ラジオのライブやばい聞いた。てかあのライブ行ってたんだよね。だからねあの時にねちょっと聞いてたんだ。なんでインドに大人気なの。それをいつに聞かれてもわからないですね。直樹さんにはお世話になってます。何で何でですか。ママに今日は誰かです。ママに今日は化粧は薄めでと言われたので、まあ化粧は薄めで。レン君の試合はね見に行けるかわからないんですよね。大晦日だよね。でもなんかうちのじんちゃんが行くって言ってたから行きたいよねって感じ。ピアス変えてみた鼻。ツーショットのストーリーなんだ。何の？まつげパーマ行きたい。今日この日のためにまつげパーマ行きたかったんだけど予約空いてなかった。5時まで暇めっちゃ。やっほー。ここがねハイライト入れるのって結構ねポイントなんですよ。角張って見えるから。次のメイク結構こだわりがあるからね。鼻ピは全然痛くない。